野田佳彦君。立憲民主党の野田佳彦でございます。今日は総理に政治と金の問題、リクルート事件を受けて、どのように政治を正して、自身の経験も踏まえて、深い反省のもとに改革を進めていく、そのメンバーによってできたのが、政治改革大綱です。これはですね、政治改革を語る上で、記念碑的な文書だと思いますね。私は地方で無所属の議員をしていましたけれども、こういう方向で政治をね、運営していければ、日本の政治も良くなるなと期待したもんです。で、その政治改革大綱に何と書いてあるかというと、これは党役員や閣僚は派閥を離脱すると書いてある。ところが、総理は内閣総理大臣になっても派閥をずっと離脱しなかったですね。なぜだったんですか。ご説明いただきたいと思います。30年前の政治改革の議論によって、この大きなこの成果が記された、このように思っておりますが、その中にあってご指摘の政治改革大綱のさまざまな指摘を受けて改革が行われた。その際に中選挙区制度を小選挙区に変えることによって、派閥のありようも変わったということは事実でありますが、結果として今日まで資金ですとか人事と派閥が切り離されなかった、これが続いていたこと、これは謙虚に反省しなければならない時点であり、その私の派閥離脱ということについても、この派閥が人事やお金と十分切り離されなかった、このことの表れであり、私自身、その点について反省しなければならない課題であると認識をいたします。野田佳彦さん。ちゃんと答えてないですね。なんで離脱しなかったかと聞いて、反省という言葉を言ってるけど、反省してないと思います。二つ目、チェックポイントですけども、なぜ総理に就任してからも、頻繁に政治資金パーティーを開いたのか、これを端的にお答えをしていただきたいと思います。大綱にもね、さっき言った大綱にもパーティーについては、閣僚派閥による開催の自粛を徹底と書いてあるんですね、大綱に。私自らが大綱を破り、大臣規範を守らなかった。7回もパーティーやった。なぜですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。ご指摘の会合については、私自身、内閣総理大臣就任から続け。青天に